そう、あ、なんか私の配慮足りなかったなとか思って、でもそういう私もそういう感じで、なんかラーメン屋さんを広島で探したい方とかに見つけてもらいやすいかなと思ってつけたんだけど、ちょっとそれが裏目に出たみたいでしたね。難しいなと思った。こんばんは。だから長崎でラーメン食べたら全然長崎ラーメンってつけるし、そういうノリでつけたんだけどちょっと良くなかったみたいです。こんばんは。ね、幼い、めっちゃ幼い、超幼いじゃん。幼すぎ。ちょっとボサボサだ。ボサボサになる、どう頑張っても。いくつよ。ちょっといくつよあなた。ね、子供すぎ。これソラハさんにバレたらまたいじられる。たちゃん子供って言われる。赤ちゃんじゃんって言われちゃう。え、マツコの知らない世界ご当地ソフト、嘘、見なきゃ。ねえ、もう始まってる、見る、待って、テレビつけたい。え、9時からですよね、やばいやばい、もう出遅れてるじゃん、15分ぐらい、やばいって。嘘じゃん、知らなかった、今知った、やばいよ。ほい、いくつ、こんないくつなんですか、アイス見る。アイス見たい。ちょっと待ってください。アイス見たい。テレビ。え？え？今日？あ、今やってる。今日？あ、道の駅。え、待って。待ってください、道の駅とアイスだよ。え、私道の駅も好きなんだけど、パセリ会じゃないですか、やば。ジェシー25であります。録画しなきゃ、 TVer で見れるか。ビヨン、録画した。オッケー。なんかそわそわするこれ。子供ですね。なんかめっちゃ子供っぽ。幼いね。誰なの？本物の私じゃない、これは。確かにこのワンピースがさらに演時間出してる。そう、明日もね、私明日朝早いかないけど、明日朝からお仕事だから、今日も早寝頑張りたいなと思って。おります。だからツインテールとかしてる場合じゃないんですよ、全然。早寝を頑張るのです。
皆さんハーゲンダッツの新作食べた？めっちゃ美味しかった。あ、でも高めの方がいいですね。下ってあんま分かんないか。早起きではないです、全然。早起きではないけど朝からって感じだから、そう、早くはない、全然爆睡できるけど。団子にするか、団子にしよう。今日帽子かぶってたからさ、前髪がぺったんこなんですよ。団子にしよう。ののかちゃんやん。あの、わかりますか、ののかちゃん、みんな。ののかちゃんじゃないですか、こんな。迷子の迷子の子猫ちゃん。ぴょん。ぴょん。なんとね、なんとね、長崎関連仕事が続いておりまして、この前沖さんとツアーの翌日にメンバーが帰った後、沖さんと2人で残ってラジオと新聞とテレビの取材をめっちゃ受けてきたんですよ。それがどんどん情報公開されてまして、で新聞の方は昨日私も母から連絡が来て知ったんですけど、あとはエアーっていう長崎の深夜によく有名なアーティストさんとかが、エアーをご覧の皆さんこんばんはとか言ってね、出てるテレビがあったんですよ。それの収録もあって、で今度12月に下関のボートレース場でライブがあるんですけど、そのメンバーにも選んでもらって、多分その選ばれた理由が、私の地元がボートレース発祥の地なんですね。だからそれで多分選んでいただけてて、イエーイ。だからなんか PR 舞台で長崎のあの会場が決まって、なんかどんどんつながっているんですよ。なんと若っ、若いな、若すぎる。誰、うん、そうそうする。こんなメンバーにバレませんように、これが、そうそう、風船もある。なんか、うん、違うな。あ、ティアラ違うね、これは。大丈夫ですか、これ。後からなんかみんな批判しませんか。そうなんですよ、ボート。あとほとんどマイカーメンバーなんですね。でこの前その今度ある下関のライブのレッスンももう終わったんですけど、してきたんですけど、珍しいメンバーすぎて、山口出身のメンバー、リコちゃんとなっちゃんとか、あとは南さん、沖さん、私、美穂っていう、マイカーっぽいけどマイカーではないメンバーで出演して、で2回あります。15時10分と17時10分の2回ステージがあるんですけど、あのどちらもね、どちらも両方見る方も楽しめる感じなので、ぜひお待ちしております。先着、違う、なんだっけ、あの入場のなんかやつは先着で200名らしいので、よかったらよろしくお願いいたします。
幼い。大人になりたいのに。今日はマックフルーリーの新作も食べれましたし、あとハーゲンのね、ハーゲンの新作もなんかスーパーに行ったらたまたま安くなってて食べれました。美味しかった。ハーゲンの新作めっちゃ美味しかったです。キャンディングアーモンドみたいなやつ、うまでした。ねえ、いくつなのあなた。本当本当にね、最年長と思えない。昨日もお仕事のとこのメイクさんに、今おいくつなんですかって言われて、あ、25ですって言ったら、えって言われて、嘘、18ぐらいじゃないんですかって言って、最年長なんですって言ったら、えー、って言われてびっくりされた。まず髪色にびっくりされました。だから美容院とかでも困るでしょうって言われて、そうですね、そうなの言われて若く見られてた。褒め言葉かな。嬉しかったけど。美容院で困ります。あの髪を染めれないから、あのなんか絶対聞かれるんですよ、職業とかを聞かれるのよ。その髪色で、髪とか染めないんですかみたいな、あーちょっと染めないんですねみたいな、なんか職業とかでなんか決まりがあるんですかとか、あーそうですねみたいな、なんかこう難しくて困るから、あんまり美容院とかではもう質問をしてほしくないタイプの。もうだって墓穴掘るじゃん、そんなの。嘘つくのも心が痛いしさ。だからといってなんかこう言うわけにいかないじゃないですか。難しい。今日のね服めっちゃ可愛いんですよ。これ生地がね、ガーゼみたいな、なんかめっちゃ丈夫な生地なの。伝わらんけどいい生地なんですよ。古着屋さんで買った。でもヒートテックが見えるの、これ恥ずかしい。今日もさ、イルミネーションソラハさんと行ったんですけど、めちゃくちゃ見えてたヒートテック。こんばんは。そう、あったかくしてます。でも今日上着を着ていかなかったからめっちゃ帰り寒くてさ、凍えてました。凍えてソラハさんのポケットにずっと手を突っ込んでた。寒かった。だから言ったじゃんって、だから寒いって言ったじゃんって怒られて、まあいいんですけど、くっつけるから。こんばんは。そう、約束してたのソラハさんでした。先月ぐらいからずっとあの行こうって言ってくれてて、行ってきた。楽しかったです。2年ぶりにソラハさんと行った。去年はアヤパンと行ったんですけど、そうで今年はソラハさん。2年前はね、今ほどそんな、でも2年前も手つないでましたなぜか2年前も手つないでたし、なんかもっとソラハさん甘々だったんですよ、今より。パシエみたいな、今のあずみみたいな感じ、今のソラハさんのあずみに対する対応だった感じの感じだったけど、2年前は。でも2年経ったらなんか可愛いとか好きとか言われなくなった代わりに、あのお泊まりとか増えてて、なんか距離が縮まったのかよく分かんないけど、また違う距離感になりました。5時半の点灯の瞬間が、そうなの？今日5時にね、あのラーメン屋さんがオープンだったからね、
そごうにいたんよ。行けばよかった。5時半に。そう、おお、こんばんは。風船ね、ここの配信のとこに置きたいけど反射するから困ってる。あ、あとね、今日は沖さんからのタンプレを受け取りました。なんか LINE ギフトでくださってて、保湿クリームみたいな、なんか美容のクリームみたいなやつをいただいたので受け取りました。今日から使う25歳プルプルのお肌で過ごしたいと思います。なんか化粧水をした後に塗ってくださいって書いてあったから、説明書にちゃんと忘れずに。昨日はお風呂上がって、あの美容オイル、美容液のオイル塗って化粧水して、あ、洗濯とか整理しなきゃと思ってしたら乳液をね塗るの忘れてしまって、でそのままソラハさんち行っちゃったんですよ。着いた瞬間にやばい、保湿してくんの忘れたと思ったけど、もう帰るのが面倒っちくなっちゃって、もうしなかったから、今日からしっかりちゃんと肌をねプルプルにします。プルンプルン。私も大きさのタンプレも買いました。なんかね3種類ぐらいで迷ってたんですよ。これにするかこれにするかこれにするかで迷ってて、どうしようかなと思って調べたの。そしたらその最初にあげようかなって思っとったやつが、もうネットショップでは売り切れって書いてあったから、と思って、なんか売り切れって言われたらさ悔しくなるじゃないですか、はぁと思って、で店頭に行ってみようと思って店頭に行って予約したらあったから、それにした。結局なんか限定とかさ新商品とかやったらもうそれにするしかないと思って、まんまとね策略にはまったんですよ。だから12月になったら渡します。去年はリップあげて、一昨年もリップあげたけど、今年はリップ、もうリップばっか嫌かなと思ってリップじゃないのにしました。リップ便利だけどね。うん、なんか予約しとかんといけんやつやったんやけど、ネットショップはもう販売、違う、予約開始日の 2,3 時間後にはもう完売しましたって書いてあって、嘘やと思って。え、そうリップね便利なんですけど、そのちゃんと色が合うかとかをね悩むのがもう分かんなくなってきちゃって、どうしようかなと思って。でも去年あげたやつなんかショールームとかでも結構紹介してくださったらしいので嬉しかったです。ソラハさんも今年リップあげたんですけど、もうなくなったって言ってた。もうなくなるよって、パちゃんにもらったリップもうなくなるよって言われて、だってまださ9月 ?8 月か。だから9、10、11、3ヶ月しか経ってないのに、もうなくなるらしくて、リップ。空っぽなるらしくて。困ったなぁ。こんばんは。やっほー。そう。プルプルになるって。そうなの、ソラハさんね、セリカって呼ぶねって言われたの。ついに、もう、1年ぐらい前からセリカって呼んでくださいって言ってて、無理って言われて、なんか人の名前呼び捨てするの無理なのって言われて、なんで、美穂は呼んでるじゃないですかって言ったら、美穂は2文字だからって、なんかよく分かんないこと言われて、セリカっていう3文字は無理って言われて、うん、あ、分かりましたって言ってたんですけど、そしたら誕生日の日からセリカって呼ぶねって、今日からセリカにするねって言われて、なんかそういう節目がないと無理らしくて、謎のなんか自分的ルールがあるらしく、誕生日からセリカにするねって言われたのにパちゃんになったんですよ。なぜかパシからパちゃんになって、
ぜかね困ってる。一生呼ばんやんと思って。で今日ね、あ、そう、皆さん私のツイッターのモーメント見ましたか？モーメント新しくしたんですよ。今までは瀬戸内のグルメとか観光したやつとかを全部一緒にしてたんですけど、モーメントが100件までしか入らんらしくて、広島と岡山とでもう埋まってたから全部分けて今日新しくしたの。朝から見ましたか？だから広島、岡山、徳島とか全部瀬戸内7件分作ってみました。でそれを作るときにね、あの自分のツイートを遡ったんですね。そしたらあの5周年の時のあの沖さんとのコラボ配信の時のツイートが出てきて、その沖さんのツイートにセリカちゃんって呼びますみたいな書いてあったんですよ。おやと思って、これは呼ばれていないなと思いまして、多分忘れ去られた記憶ですね。これもそう、瀬戸内 PR 舞台だけど、最近さレッスンとか遠征とかであんまりあちこち行けてなくて、だからせめてこう分かりやすいようにまとめなきゃと思って作りました。あの今日は6時に起きたんですよ。足がつっていたーと思ってつって起きて、で水を飲みまして治らなくて、そしたらソラハさんがあのアイスあげるって言ってアイスをくれたの。朝からね、朝6時にジャイアントコーンくれて食べて二度寝して、で10時に起きたんですよ。でもソルハさん寝てて、起きるまで何しようと思って、あ、そうだ、モーメントをまとめようと思ってモーメント作りをした人んちの布団でせっせとやってました。結構あれ遡るの指が摩擦で大変だってなったから、よかったら活用してください。よければまた改めてツイートしようと思います。そう、泊まらせてもらった。私ね、自分家のベッドがペラペラすぎてあの痛いんですよ。なんか私ん家のベッドさ、あのお値段以上のお店で、お値段以上ニトリさんで一番安いやつを買ったのね。それで自分で組み立てたんですよ。自分で組み立て頑張ったら力を込めすぎてネジを回しすぎて木にめっちゃヒビが入ってるから、普通に布団に入っただけでめっちゃミシミシなるんです。でなおかつマットレスもあるのにマットレスも固めだから寝心地がめちゃめちゃ悪々で、もうぐっすり眠れなくて、だからソラハさん家に行ったらふかふかのお布団があってね、爆睡できるんですよ。いつも爆睡しちゃう。自分家で寝たらどんなに4時とかに寝ようとも8時には目が覚めたりするのに、ソラハさん家でソラハちゃんって言っちゃった、ソラハさん家寝たら昼まで爆睡しちゃうぐらい本当にもう早く住みたいと思ってる。でもまだまだまだではないけど、あの本人からねそういう住んでいいよって言われてないので我慢したいと思います。でも今日さ毛布ね、私毛布持参したんですよ。毛布っていうかブランケットみたいな、ブランケットを置いてきちゃって、置いてきてしまったから取りに行かないかならない今日。ぴょーん、こんばんは。恥ずかしくなってきた、取ろう。ぴょーん、少しずつ物を置いていくか。そうするか。そうしましょうか。沖さんの家行ったことない。なんかめっちゃ前、4月ぐらいにリコちゃんと、なんかリコちゃん家で沖さんと一緒にご飯を食べたんですよ。お弁当、ライブ終わりに。その時に沖さん家も行きたいですって言って、
いつかねみたいななって、もう年末です。わあ、明日服何着ていこうかな。明日雨なんよね、だから温度感がちょっと難しくて。え、でも大木さんと結婚したい、したいです。したいというかもうするって決まってるので、よろしくお願いします。ちゃんと家事もしますし、掃除もしますし、パシリもしますし、もう何でも任せろりなので、よろしくお願いいたします。3年後。でもね、その長崎公園の長崎公演のアーカイブがもうなくなったんですよ。終わったの、アーカイブ配信が終了しましたみたいな書いてあって、だからその証拠がないのね、証拠がもうなくなってしまって、沖さんからしたら好都合なわけですよ、こっちからしたら困るんだけど。でもなんとこの前の私の生誕祭の時のアーカイブでもしれっと最後のバイバイの時に結婚しますって言ってるので、沖さんが、これは証拠になると思います。きっと証拠です、これが。だから来月までは証拠があります。アーカイブが来月までだから、あとはメンバー確認用の動画とかを見ればいつでも証拠は出せます。安心。でも未だにね、なんか自分の虚言なんじゃないかと思って、私の妄想が作り出した世界なんじゃないかと思ってて、めっちゃもう PR 舞台入ってからずっとなんですけど、もうこの私が今ショールームしてるのとかも全部自分の寝てる時の世界なんじゃないかみたいな思っちゃうんですよ。それくらいなんか生活が180度変わったから、変な感じです。変な感じよ。あとね、そう、待って、今日めっちゃ嬉しいことあった。私がハトシロールをめっちゃおすすめしたじゃないですか。それからネット注文でハトシロールの注文が増えたらしいです。しっぽく浜勝さんのハトシロールを差し入れで入れたんですよ、ライブの日に。そしたらしっぽく浜勝さんのネットショップの売り上げがちょっと上がったらしい。ふうと思って、だからファンの方が多分お取り寄せしてくださってるんだと思います。ありがとうございます。イエーイ。多分違うお店でも買ってる方いると思うから、うん、すごい。沖さん買ったとこは違うところのを買ったんですよね、帰り違うお店のところを買ってたから。なんか長崎にもハトシロールのお店が何個かあって、で楽屋に入れたやつが結構料亭っぽい、もうちょっとお高めなとこのハトシを入れたのよ。でも駅とかで買えるのはもうちょっとリーズナブルなやつとかもあったりして、だから皆さんはぜひ食べ比べとかもしてみてください。嬉しかった、それ朝から知って嬉しかったです。イエーイ。長崎のみんな見てるか。そう、結構ね、中華街とか行ったら食べ歩きとかでもハトシロールあったりするから、ぜひお食べください。ダンスの先生もめっちゃ気に入ってくれた、めっちゃ美味しいねこれって言って、長崎行く前から絶対これは食べてくださいって言ってて、ダンスの先生が結構お酒とかを飲んだり美味しいグルメを知ってるんですよ、広島とかの。だから長崎は何がおすすめなのって言われて、なんかカラスミとかかまぼこ系とか
だとなんかあるかもですねみたいな言って教えといてよかったです。食べてみてみんなも。プレーンがめっちゃねエビがプリプリで美味しいです。チーズも美味しいけどエビプリプリが好きな人はプレーンかな。ぜひおすすめだよ。そうかまぼことかからすみはウニが好きな人とかはおすすめかも。私は食べたことないけどまだからすみ。顔面良い嘘じゃん。でも今日まだ1食しか食べてないんですよね。あのツイートしたやつしか、あとアイスしか食べてない。ガリガリだよ。うわーでもリップの色が薄い今日。行ってみてください。あそこ牛タンラーメンって初めて知ったんですけど、あの藤原あずさんのサインが飾ってありました。なんか前にソラハさんが一人で行ったらしいんよ。そしたらそこにちょうどテレビの取材が来てたらしくて、後から確認したらあのあずさんの番組だったらしくて行けなかったから、あの行ってみたいお店って教えてくれて一緒行きました。でも私は丼にした。でもミニもあった。ラーメンと丼両方食べれると思います。ミニもあったから。でも私は普通サイズにしました。ラーメンは我慢した。でも今日はね朝からその朝6時にソラハさん家でお腹空いたって言ったら、あのジャイアントコーンをね用意してもらって、それを朝ごはん食べて、昼はマックフルーリーのキャラメルを食べて、で夜ごはんにその牛タンのとろろ丼を食べて、で帰ってきてからブラックモンブランを食べました。ブラックモンブランとハーゲンダッツの新作が安かったからそれを食べて不健康ですね私今日。よくないです。明日頑張ろう。明日頑張ります。そう今日アイスをいっぱい食べちゃった。今日はっていうか今日はもうなんですけど、最近ねちょいちょいツイッターの方にね、あの本当に気をつけてくださいっていうリプが来るんですよ。アイスの食べ過ぎは良くないですよっていうのが来て、私も分かってはいるんですけど、そう分かってはいるんですけども、本当はラーメンとかも好きなんですよ。定食とかも食べたいけど、食べるとあの体型管理が難しくてですねむくんじゃうし、だからせめての好きなものを食べようっていうのがアイスに回っているっていう感じです。なのでねお野菜も食べてるんですよ。どのメンバーよりもねお野菜は食べてますよ。魚も肉も取ってるけど、多分ツイートするのがアイスしかないからアイスをねバカみたいに食べる人と思われてて大正解なんですよね。それが本当にその通りで、そう困ってるんですよね私も。でもその分動くようにしてます。明日はあれも食べたいんですよね。今日メールでさめっちゃ送っちゃって新作情報を、あれ全部制覇したいんだよね。今日はなんかいいですか皆さん聞いてほしい。ソラハさんねなんか予定がある日はちゃんと起きれるからっていうのに、私と出かける日は絶対昼に起きるんですけど、それって私との予定を楽しみじゃないってことなんでしょうか。ずっと
疑問に思ってて、毎回私が出かける日は12時半とかに起きるんですよ。でもそれを言うと、ちゃんと約束して楽しみの時とかは起きれるからって言うんです。え？寝てるやん。叩き起こそうかな。こうやってピチ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 。遅刻したってことではなく、隣で隣で寝てます。隣で私がずっと待ってる。待ち合わせに遅れることはないです。ないです。それはない。起こしてくれないからじゃんって言われた。釣った魚に餌をあげない。え、釣った魚、私釣られてたんですか、いつの間にか。そういうなんか主従関係がそこに生まれてました。可愛い寝顔見せたいんだよ。そっか、そうか、そういうことか。甘えられてんのか。いいね、赤ちゃん。釣られとんか。私ほんとちょろいからさ、すぐなんか釣られちゃうよね、アイドルに。独占欲なんでしょうか。この前なんかアーナとソラハさんがユニバ行ったらしくて、その時に間違ってアーナにパシェって言ったらしい。間違って呼んじゃったらしいって聞いて、それでえやばと思ったら、アーナも間違ってココアさんって呼んだらしくて、ソラハさんのこと。めっちゃおもろかった。そんなことがあるのかと。お互い、しかもね、テレビ電話してくるんですよ。前私がお仕事のメイク中だったんですけど、急に電話かかってきて、つけたらユニバからアーナとソラハさんのテレビ電話をお送りされた。私もなんか間違ったことあるかな、誰かに。ない気がする。どうだろう。でも自分の一人称間違っちゃう。よくお母さんに対してバセがさーとか言っちゃうけど、人の名前は間違えたことない気がするけど、分かんない。無意識に言ってるかもしれない。やきもちやがないですね、全然。寝言で、うわーやだわ。もし想像したらやだな。スルハさんとお泊まりして違う名前呼ばれるってこと。嫌ですね、それは。やだね。 LINE 間違えたのはこの前ありました。この前お母さんに送るやつを間違ってスルハさんに送った気がする。スルハさんに送ってやばと思って送信取り消しした気がします。なんか画像かなんかを、美穂かな、美穂かソラハさんかに間違って送りました。あ、宮城外れた。宮城も結構あれですね、激戦でしたね。じゃあ東京で会いましょう。東京は当たることでしょう。なんだっけ、落選ポイントをね、たくさん貯めたら次還元されるよってファンの方がね、よく言ってるんですよ。私のファンの方が言ってるので、
還元を待ちましょう。それか牛タンを食べに行きましょう。今明日まで広島のそごうで宮城の物産展あるんよね。だからね、ずんだとか普通に売ってるんですよ。今日見に行ったんよ、そのご飯行く前に。あの牛タンカレーパンめっちゃ美味しそうだった。でも明日までなんですよ。それが楽天、あ、楽天宮城か。へえ。北海道、あ、北海道も行きたい。追加ツアーしよう。追加追加。だって1年前行ってましたよね、 STU。 私行けなかったけどさ、やばい、足しびれてきた。やばい、つっちゃう、しびれすぎると。ずんだシェイク飲んだことないんよ私、やけん飲みたくて。それもほいしょ。牛タンコロッケ、わあ、牛タン、牛タンってついてたら何でも買っちゃいそう。今日も買いそうだったもん、あのカレーパン。寒くなってきた。今日ヒートテック2枚着てるんですよ。今日は上着をね、省きたくてヒートテックを2枚着てたんですね。なぜかというと腕を組みたくて、ソラハさんと。だからなるべく腕がボワボワならないようにと思ってヒートテックをね2枚着てたらはみ出すんよ。だからずっとまくってたんです。結局出てくるから長いんよヒートテックが。そう、そうですよ、私はグルメ担当です。今日は沖縄のグルメの集計をグループラインに撮ってます。今半分ぐらい返事が来てますので、あとは全員分集まったら集計してメニューをまとめてスタッフさんに報告をする。予算的なやつも計算をして、あのタピオカも OK が出たのでタピオカも追加することになりました。よろしくお願いいたします。また報告します。グルメはあともずくの天ぷらも無事に買えることになっています。あのタピオカ好きのあかりんさんがいて、そう、あかりんさんはずっとタピオカって言ってたから、この前ね長崎でちょっとグルメで皆さんの空腹のお腹にちょっと迷惑かけちゃったので、沖縄はそういうことがないように気をつけたいと思います。頑張る。ちゃんとあれも Google マップでお店までの距離感とか調べて選びました。本当はなんかキングタコスってお店が有名らしいんですけど、ちょっと距離があったからスタッフさんにね取りに行ってもらわないといけなくなっちゃうので申し訳なくて近いところにした。そう、長崎ではグルメの不備があって泣いてしまったので、あのスタッフさんにね、あの私は昼のご飯を昼のリハ終わりの本番前と思ってたら、スタッフさん的には昼の本番終わりの夜のリハ前と思ってて、その入れ違い、食い違い、あの確認の漏れがあって、でみんながお腹すいたって言ってる時に用意できなくて、それが悔しくて申し訳なくて、あの悔し涙を流してしまったんですよ。しかも凱旋の昼公演の前にもう泣いてるんですよ。世界一無駄な涙をそこで使ってしまってて、でそのタイミングで尾崎ちょっとあのファンの方が用意したスタンドフラワーがもう入り口に持ってかなきゃいけないから今すぐ写真撮ってもらってもいいと言われて、泣きながら撮るっていう、あのめっちゃ目が充血してる状態で撮るっていうね、そういうハプニングがありました。だからあの嬉し泣きしてるように見えたかもしれん。悲しみだけど嬉しさもある、なんかすごい複雑な写真が完成してしまいました。
そう、申し訳なかったんですよ。ちゃんと私が時間も昼っていう大雑把な時間じゃなくて、ちゃんと何時って決めとくべきだったかなと思って、で反省して、今回沖縄ではもう昼のリハ終わりでってちゃんと言っているので多分大丈夫です。気をつけます。こんばんは。10時、早、そろそろお休みするか、おやすみなさいタイムに入るとするか。みんなヒートテック丸見え女はそろそろお風呂と戦うとするよ。皆さんお疲れ様。今日は火曜日ですね。じゃああと4日、あと3日頑張っていきましょう。ありがとうございました。あ、え、なんでヒートテック着ながら寝ちゃダメなの？やけどする？そうなん、気をつけよ、気をつけるぞ。え、明日休み？え、明日休みなんですか皆さん？え、え、ん、マジ嘘やん。なんで？頑張ってねとか言って励まそうとしたら裏切られた気持ちなんですけど。あ、勤労感謝の日。あ、それはお仕事お疲れ様でございます。皆様いつもお仕事お疲れ様です。働いてるから明日ぐらいはゆっくり休んでください。そっか、私は朝から働きますので、明日働くよって方は一緒に頑張りましょうね。そう、明日テレ東音楽祭あるよ、みんな見ようね。広島は映らんよね。でツイッターで盛り上げをしよう。見てるよ、見てるよ、大嘘つきだった。頑張れって、テレ東音楽祭佐賀は映るんよ多分。だから佐賀のおばあちゃんとか親戚に伝えておきますね。長崎は映らんので。広島は心の目で見るか。岡山打つの？強いじゃん岡山。岡山の人テレビからしてよ。岡山の人の家の家集合にしよう。今から集合ね。何時にする？明日何時からですか？何時からなの？東京、確かに東京に行くのが一番早い。そうだよ。17時台。おい、おお、あかりんさん情報。あかりんさんめちゃくちゃもう何でも知ってるじゃん。何でもお知らせしてくれて助かる。ありがとう、あかりん。みんな岡山に明日集合ということでよろしくお願いします。じゃ終わります。皆さんいつも働いてお疲れ様です。働いている皆さんお疲れ様。今はいろいろ事情があって働けない方もお疲れ様。ゆっくり休むときに休んで、また頑張るときに頑張りましょう。自分を責める必要はないのです。そう、そうなんです。休みの休み、休み休み、自分のペースで生きていけたらいいのです。その通り。そうだ、じゃあ私は明日も元気に頑張ります。じゃあ配信終わるね。壇上見ますね。いきます。13位クワドリさん、12位チョコミントさん、11位いっちゃん、10位スプマンテさん、9位ともっちたん、8位ふくちゃん、7位わわうさん、6位としきさん、5位テイクストックさん、
位クロさん、3位ヤスベさん、2位アミタさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。では私は昨日お仕事でしてもらったネイルを落としてから、このベージュネイルともお別れです。ありがとうベージュネイル、ありがとう地球のみんな、お世話になりました。おやすみなさい、バイバーイ。